ビルピ・サラスボは、フィンランド、南サボ県、カンガスニエミ出身のクロスカントリースキー選手。クイットネンは、冬季オリンピックで2個、ノルディックスキー世界選手権で8個のメダルを獲得している。年末年始に行われるツールドスキーでは2006から2007シーズンと2007から2009シーズンの2度。 総合優勝、クロスカントリースキーワールドカップでは2006から2007シーズンと2007から2008シーズンに2連覇を達成、通算20勝を挙げている。2010年7月16日に、実業家のヤリサラスボーと結婚した。2001年のルディックスキー世界選手権において、クイットネンを含む6人のフィンランド代表選手が、禁止薬物である。 ヒドロキシエチルデンプンの陽性反応を示した。クイートゥネンは、リレーで獲得した銀メダルの剥奪と2年間の出場停止処分を受けた。ありがとうございます。